こんにちは、ファステクです。製品の詳細説明に先立ち、ファステクイーサネット製品ラインとイーサネットトータルソリューションについて簡単に説明します。その前に、ファステクイーサネット製品ラインについて簡単に説明します。最初にイージーサーボというブランドがあります。イージーサーボは、クローズドループステッピングシステムの製品ラインです。次にイージーステップというブランドがあります。イージーステップはオープンループマイクロステッピングシステムの製品ラインです。さらにイージーモーションリンクというブランドもあります。イージーモーションリンクは AC サーボドライバー用の一軸モーションコントローラーです。最後にイージー IO ブランドはデジタル IO モジュールです。ファステクイーサネット製品ラインにはクローズドループステッピングシステムのイージーサーボブランド、オープンループマイクロステッピングシステムのイージーステップブランド、 AC サーボドライバー用一軸モーションコントローラーのイージーモーションリンクブランド、デジタル IO モジュールのイージー IO ブランドがあります。それぞれの製品ブランドを一つずつ見ていきましょう。まずイージーサーボブランドです。イージーサーボブランドには次の3つの製品があります。まず EG サーボ2プラス E は標準タイプのクローズドループステッピングシステムです。 EG サーボ2プラス E ミニはミニドライバータイプです。 EG サーボ2プラス E オールはモーター、高解像度エンコーダ、ドライバー、モーションコントローラーおよびイーサネットネットワークを組み合わせたオールインワンタイプです。次にイージーステップブランドです。イージーステップブランドには次の2つの製品があります。イージーステップ2プラス E はオープンループマイクロステッピングシステムの標準タイプです。またイージーステップ2プラス E ミニはミニドライバータイプです。次にイージーモーションリンクブランドです。イージーモーションリンクブランドにはイージーモーションリンクプラス E という一軸モーションコントローラーがあり、安川や三菱などの AC サーボに直接接続できます。最後に EGIO ブランドです。 EGIO ブランドには EGIO プラス E というデジタル IO モジュールという製品が一つあります。つまりファステクには合計7つのイーサネット製品があります。様々なタイプの製品があるため、個別のモーションコントローラーなしで PC の標準イーサネットポートを介してステッピングモーター、AC サーボ、および IO モジュールを制御できるトータルソリューションを提供できます。これがトータルソリューションの意味です。で、トータルソリューションとファステクのイーサネット製品の意味を簡単に紹介しました。7種類の製品の中で、オールインワンタイプのクローズドループステッピングシステムである EG サーボ2プラス E オールを紹介します。次に、EG サーボ2プラス E オールの説明の前に、ファステクのイーサネット製品について、韓国市場の状況を例に挙げて説明したいと思います。お客様がマシンを設定する場合、メインマスターとして PC または PLC が様々な方法で使用されます。韓国市場では通常、このメインマスターは産業用 PC です。彼らのほぼ 70-80% が PC をベースにマシンを構成しています。主な理由は、マシンを制御する際にソフトウェア開発環境が柔軟であることです。つまり、利便性が良いということです。詳細には、Windows ベースの PC に直接接続することで、Windows ベースのプログラミング環境で、マシンプログラムを簡単に設定できるため、韓国市場のほとんどのお客様は、ファステクのイーサネット製品を好んで使用しています。さらに、世界で最も普及しているソフトウェア開発環境は PC であり、Windows ベースの C++、C、C シャープ、Visual Basic、ラボビューなどが一般的に使用できます。そのため、汎用性に優れています。したがって、ファステクイーサネット製品はこれらのプログラミング言語に API を提供し、様々なお客様のソフトウェア開発環境に対応しています。このように、マシンを構成する際には、利便性と汎用性が重要であるという点で、ファステクのイーサネット製品が韓国市場で適切なソリューションとして使用されています。ここで、実機を例に、
イーサネット製品開発の概念を紹介します。この機器はスマートフォンで使用するカメラモジュールのレンズとセンサーの位置を合わせます。左側の写真のように、お客様は標準タイプのクローズドループステッピングシステムである EG サーボ2プラス E の10軸と AC サーボの5軸を適用しています。機械をセットする場合、機械に AC サーボモーター、ステッピングモーター、IO モジュールが同時に必要になる場合があります。この十軸 EG サーボの場合、お客様はイーサネットポートを介して PC に直接接続し、ファステクが提供する Windows ベースの API を使用して PC を制御できます。ただし、5軸 AC サーボを制御するには、レッドモーションボードが必要です。お客様は、EG サーボと AC サーボを制御するために、2つの異なるソフトウェア開発環境を設定する必要があります。これはお客様の立場では煩雑で、5軸 AC サーボを制御するために別のモーションボードを使用することでコストが増加します。さらに、AC サーボからモーションボードに接続する長い太いワイヤの束が必要で、配線が複雑になります。次の章では、詳細を図で説明します。前に簡単に説明したように、従来は AC サーボの5軸を制御するために別のモーションボードが必要でしたが、AC サーボドライバのサーボインターフェイスケーブルを介してモーションボードに長いワイヤの束を接続する必要があったため、配線が複雑でした。この問題は、当社の製品の EG モーションリンクプラス E を使用することで解決できます。EG モーションリンクプラス E はイーサネットタイプの一軸モーションコントローラーで、AC サーボドライバのインターフェースコネクターに差し込むことで使用できます。ご覧のようにパナソニック製 AC サーボドライバがあります。このパナソニック製 AC サーボドライバのサーボインターフェースコネクターに直接モーションリンクを取り付けることができます。パナソニック AC サーボドライバのサーボインターフェースコネクターは 3M 社の50ピンコネクタで、ほとんどの主要 AC サーボドライバもこの 3M 社の50ピンコネクタを使用しています。ファステクのモーションリンクもこの 3M 社の50ピンコネクタを使用しているため、ほとんどの主要 AC サーボドライバと互換性があります。ただし、ピンマップは AC サーボドライバーごとに異なる場合があります。例えば、安川 AC サーボのサーボオン信号がナンバー5の場合、三菱はナンバー7に割り当てられますが、インターフェースの機能は同じです。これにより、AC サーボからモーションボードへの複雑な配線バンドルを取り除くことができます。一軸モーションコントローラーである EG モーションリンクを使用することにより、レッドモーションボードがなくてもイーサネット通信ケーブルだけで5軸 AC サーボを使用できます。これらはファステクが提供する API で制御できます。また、EG サーボの10軸と AC サーボの5軸を制御するには、2つの異なるソフトウェア環境が必要だと述べました。ただし、お客様が EG モーションリンクを使用している場合は、EG サーボの API を使用して、同じイーサネットネットワーク及びソフトウェア環境で5軸 AC サーボを使用できます。つまり、1つのプログラムで合計15軸を操作できます。実用的な応用例をお見せします。この例では、ステッピングモーター、AC サーボモーター、およびデジタル IO モジュールを個別のモーションコントローラーなしで一つのイーサネットポートで制御できるというトータルソリューションの概念を適用しています。本機には、ステッピングモーターであるファステクの EG サーボ2プラス E、デジタル IO モジュールである EG IO プラス E、AC サーボが適用されています。ご覧のように、AC サーボドライバー用の一軸モーションコントローラーである EG モーションリンクは、合計8軸の AC サーボに直接接続されています。EG モーションリンクはイーサネットポートを使用してデイジーチェーンで接続されています。また、ファステクの EG サーボ2プラス E 及び EG IO プラス E にもイーサネット通信を介してデイジーチェーンで接続されています。簡単な配線で AC サーボと EG サーボを同時に一つのイーサネットネットワークで駆動できます。このような小型マシンの場合、
イージーモーションリンクを使用すると、ファステクの API で AC サーボ、ステッピングモーター、IO モジュールを制御できます。AC サーボ用のモーションボードは別途必要ありません。一つのイーサネットネットワークだけで制御できます。そのため、不要なモーションボードを取り外して配線を減らすことでコストを節約できます。製品コンセプトをまとめると、次のようになります。ファステクは基本的にイーサネット製品用に Windows ベースの API を提供しているため、お客様はプログラミング用に C++、C、C シャープ、Visual Basic、ラボビューなどの開発言語を選択できます。API に加えて、GUI ソフトウェアも提供されており、ファステクのウェブページから無料でダウンロードできます。先に述べたように、ファステクは GUI ソフトウェア EG Motion Plus E と API を Windows 用に無料で提供しています。まず、GUI ソフトウェアはウェブサイトから無料でダウンロードできます。次のアドレスにアクセスし、ホームページのダウンロードタブにマウスポインターを置くと、クイックダウンロードという項目が表示されます。クリックすると、製品リストが表示されます。GUI ソフトウェアをダウンロードするには、リスト内の製品の中から EG サーボ2プラス E オール製品のプログラムボタンをクリックします。他のイーサネット製品のプログラムボタンをクリックして、同じソフトウェアをダウンロードすることもできます。また、ファステクのイーサネット GUI である EG Motion Plus E がインストールされているパスには、次のような特徴があります。サンプルフォルダの C シャープ、C++、およびラボビューサンプルファイルを確認できます。インクルードフォルダー内の API を確認できます。参考までに C シャープの 32bit API はインクルードフォルダーにあり、64bit API はインクルード X64 フォルダーにあります。また、C++ の 32bit API はインクルード X86CPP フォルダーにあり、C++ の 64bit API はインクルード X64CPP フォルダーにあります。要するに、単一のアプリケーション、特に小型デバイスの場合、ファステクのイーサネット製品にはモーションコントローラーが組み込まれているので、先に述べたようにモーションボードは不要です。標準のイーサネットネットワークを使用すると、ステッピングモーター、サーボモーター、デジタル IO モジュールなど、一つのイーサネットネットワークを介してマシン全体を設定及び制御できます。これが、当社が目指すトータルソリューションの意味です。デモビデオでは、前のアプリケーション例と同様に、ステッピングモーターと AC サーボ、IO モジュールが一つのイーサネットネットワークで制御されていることをお見せします。28軸のファステクイーサネット製品は、イーサネット標準タイプのクローズドループステッピングシステム製品で、4軸の AC サーボがあります。ステッピングモーターと AC サーボ及び IO モジュールの合計32軸は、一つのイーサネットネットワークによって制御されていました。このデモで使用した製品は次の通りです。三菱、パナソニック、安川、三洋などの AC サーボに EG モーションリンクを適用することにより、EG サーボ2プラス E と AC サーボを含む計32軸を同時に制御することができました。ご覧のように、AC サーボと EG サーボは一つのネットワークとプログラムによって制御されています。モーションボードを別途用意する必要はなく、PC で簡単に操作できます。これまで、ファステクのイーサネットトータルソリューションを紹介してきました。次からは、EGIO プラス E を紹介します。まず、EG サーボ2プラス E オール製品の組み合わせモデル名を説明します。モデル名の例では、PE はイーサネットネットワークを備えた組み込みコントローラーを意味し、オールはモーター、高解像度エンコーダ、ドライバー、モーションコントローラー、およびイーサネットネットワークを組み合わせたオールインワン製品を意味します。56は 56mm モーターフランジサイズ、L はモーター長さを意味します。A は
1万 ppr エンコーダが適用された製品を意味します。 BK はブレーキがモーターに取り付けられていることを意味し、 PN05 は優性ギアボックスがモーターに取り付けられていることを意味します。ネマ17、42mm サイズのモーターからネマ34、86mm サイズのモーターまで選択できます。モーターの長さはモーターシャフトを除くモーター本体の長さで、長さは小長さ、中長さ、大長さ、特大を選択できます。選択できる長さはモーターのサイズによって異なります。表に示すようにエンコーダの分解能を選択することもできます。 R は RJ45 コネクタータイプを意味します。コネクターには M コネクターと RJ45 コネクターの2種類があります。ギアボックスとブレーキの仕様もあります。ギアボックスは優性ギアボックスであり、表に示すようにギア比を選択できます。ブレーキは電源が切れると作動する比例時式です。例えば Z 軸負荷の低下を防ぐために使用できます。詳細についてはカタログを参照してください。次に EG サーボ2プラス E オール製品の機能を確認しましょう。 EG サーボ2プラス E オールはイーサネットベースのクローズドループステッピングシステム製品です。 EG サーボ2プラス E オールはモーター、高解像度エンコーダ、ドライバー、モーションコントローラーおよびイーサネットネットワークを組み合わせたオールインワン製品です。ドライバーはモーターに接続されているので、モーターとエンコーダケーブルを配線する必要がありません。またドライバーを取り付けるためのコントロールボックスを別途用意する必要もありません。スペースを節約し配線を減らすことでコストを削減できます。実際の例については後述します。前述したように PC ユーザーには Windows ベースの API と GUI が提供されています。複数のアプリケーションを同時に実行できます。これによりお客様のマシンプログラムが実行中でも GUI プログラムを使用してパラメータ値、IO ステータス、位置、速度などを監視できます。例えばマシンの設定中にリミットセンサーが正しく動作するかどうかを確認するには GUI を同時に実行します。お客様のマシンプログラムで問題が発生した場合はGUI プログラムで監視できるのでデバッグにも使用できます。また内蔵の2ポートスイッチングハブを使用すると最大254軸まで接続できます。最大16軸に制限されていた RS485 通信タイプの EG サーボオールと比較して EG サーボ2プラス E オールは通信応答時間が10倍も早くなり、接続可能な軸の数が増えたことがわかります。また高解像度エンコーダが接続されているため正確な位置制御が可能です。モーターサイズによって異なりますが最大2万 ppr の分解能エンコーダを使用できます。ステッピングモーターの特性上デッドゲインチューニングが不要なためメンテナンス作業を軽減できます。例えばモーターの電源を入れて操作するだけでゲイン調整は不要です。保持トルクが大きいためサーボと比較して停止後の振動はありません。一般的にステッピングモーターを制御する場合負荷に関係なく最大電流が流れるのでモーターの発熱が問題になりますが、 EG サーボはサーボのように負荷に応じて電流を制御するので従来のステッピングモーターに比べて発熱を比較的抑えることができます。これまでEG サーボ2プラス E オールの機能について見てきました。次に EG サーボ2プラス E オール製品を適用したデモのビデオをお見せします。このデモはプレートとバーを EG サーボ2プラス E オールの2軸で交差させることによる高速なショートピッチ動作を示しています。バーは回転するモーターシャフトに取り付けられ、もう一方のモーターは前後に移動して溝付きの小さなプレートとバーを交差させます。このデモで使用した製品名は次の通りです。2つのモーターが高速単ピッチで動作している間に、バーとプレートが衝突することなく噛み合っているのがわかります。
EG サーボ2プラス E オールはクローズドループステッピングシステム製品であるため、最大2万 PPR の高解像度エンコーダにより正確な位置制御が可能です。また停止後ハンティングせずにステッピングモーターの特性上、高速で単ピッチの動作に最適です。また EG サーボ2プラス E オールはモーター、高解像度エンコーダ、ドライバー、モーションコントローラーおよびイーサネットネットワークを組み合わせたオールインワン製品です。そのためモーターとエンコーダケーブルを配線する必要はありません。この製品では電源ケーブルとイーサネット通信ケーブルのみが必要です。またドライバーを取り付けるためのコントロールボックスも別途必要ありません。これにより配線を削減しスペースを節約できます。次のデモンストレーションはドイツのイグスからデルタロボットを制御する EG サーボ2プラス E オールの3軸で構成されています。このデモで使用した製品名は次の通りです。前述したように EG サーボ2プラス E オールはモーター、高解像度エンコーダ、ドライバー、モーションコントローラーおよびイーサネットネットワークを組み合わせたオールインワン製品です。またM コネクターと RJ45 コネクターの2種類のコネクターをサポートしています。このデモに適用されるエンコーダの分解能は1万 PPR です。最大2万 PPR の分解能を選択できます。この製品はモーター、高解像度エンコーダ、ドライバー、モーションコントローラー、イーサネットネットワークを組み合わせたオールインワンタイプの製品であるため、ドライバー用のスペースを別途必要とせず、スペースを節約できます。また、モーターケーブルやエンコーダケーブルは不要なので、配線を節約できます。イグスのデルタロボットは、ベルトプーリー構造のため、ピッチ運動が短いです。ステッピングモーターの特性上、停止時に最大のトルクを発生させるため、ギアボックスなしでデルタロボットを制御できます。そのため、ロボットをモーターシャフトに直接取り付けることができます。モーターの実際の動きを見ると、デルタロボットの機械的構造により、デルタロボットを動かすために短いピッチで動作します。ステッピングモーターは、このような短いピッチ運動に最適です。また、EG サーボ2プラス E オールをイーサネットポート経由で PC に直接接続することで、ファステクが提供する API で簡単に制御することができます。最後に、省スペース、省配線、およびコスト削減について説明するために、例として7軸ロボットをご紹介します。一般的に、ロボットに取り付けられた7本のモーターを動作させるためには、7本のモーターケーブル、7本のエンコーダケーブルが必要です。コントロールボックスに取り付けられたドライバーには合計14本のケーブルを接続する必要があったため、配線が多かったのです。さらに、ドライバー用のコントロールボックスが別途必要で、スペースを取りました。EG サーボ2プラス E オールに交換すると、モーター、高解像度エンコーダ、ドライバー、モーションコントローラー、イーサネットネットワーク、オールインワン製品、ミニドライバー EG サーボ2プラス E ミニに交換できるため、省スペースで配線を削減できます。このデモで使用した製品名は次の通りです。モーター、高解像度エンコーダ、ドライバー、モーションコントローラー、およびイーサネットネットワークを組み合わせたオールインワン製品である EG サーボ2プラス E オールは7軸のうち5軸に適用されるため、モーターとエンコーダケーブルを配線する必要はありません。さらに EG サーボ2プラス E ミニは中空軸とグリッパー軸の7軸のうち2軸に使用されています。ミニドライバーは小型で軽量なので、ロボット本体に直接取り付けることができます。つまりモーターとドライバー間の距離が非常に近いため、モーターとエンコーダのワイヤも非常に短くなります。そのためオールインワン製品の EG サーボ2プラス E オールとミニドライバーの EG サーボ2プラス E ミニを使用する場合、
ベッドのコントロールボックスは必要ありません。実際の配線はPC から1本のイーサネット通信線と 24V の電源線だけです。結論として、ケーブル配線が削減されるため、コストを削減し、配線による誤動作を防止する大きな効果があります。参考までに、最近はスマートフォン関連の装置サイズが小さくなり、モーターも多くなっています。そのため、小配線と小スペースの重要性が増しています。これまで、イージーサーボ2プラス e オールを紹介してきました。ファステックホームページ www.fastecmotions.com でカタログ、マニュアル、図面などの製品関連資料をダウンロードし、デモビデオやウェビナーを見ることができます。また、YouTube でファステックを検索すると、約100件のデモ映像とウェビナー映像を見ることができます。ご清聴ありがとうございました。